ちもえです。今回は私がアトリエで使っているおすすめのものについてお話をしたいと思います。皆さんもね、アトリエ持っていなくてもアトリエとして使っている部屋、普通に何て言うのかな、お部屋で絵描くじゃないですか。描く人はね、自分の普通の書斎だとか、例えばワンルームに住んでいたらばそこのどこか一角で描いたりとか、そういうのあると思うんですが、私はねお部屋一つ、アトリエにしてるんですよね。でそこで今このいつも映ってるこの壁、何もない壁なんですけど、これね、見てちょっと気づく方もいるかもしれませんが、これ壁なんですよ。なんですが布を貼ってます。でこれはキャンバスの布じゃないか、綿の布なんですよね。でコットンの布を貼ってます。なんでこれしてるのかというと、見てわかる通りめちゃめちゃ絵の具が飛んでるんですよ。これね、下の方とかもめっちゃ飛んでるんです。見えないけどすごいんですよ。でこれをやる前は普通に壁に飛び散ってました。で飛び散らないようにちょっとなんかこう飛び散りそうな、汚れそうな時は紙を貼ったりとかそういうのしてたんですけども、それも面倒くさくなっちゃって、ならと思って壁に貼ってます。これが多分5メートルかけ6メートルかける3メートルぐらいの幅のサイズの布なんですよね。それを貼ってます。上から下までって感じで貼ってるんですけど、それと私は床に同じようにこれを敷いてます。ただ敷いてるのが、これはね日本のホームセンターで買ったんですけど、下に敷いてるやつはアメリカのホームセンターで買った、これはキャンバス生地を敷いてます。カーペットのように敷いています。で何が違うのかというと、キャンバスの生地なのでもう本当に各キャンバスの生地みたいな感じで、それの下地塗ってないから普通の布、こういうペラペラな感じなんですけど、この普通の見えるかな、この質感、この布のコットンの布、これよりもだいぶ分厚いんですよ、キャンバスの布って。今ね全部敷いてるから持ち上げられないんですけど、これがね私のインスタとかでもたまに写真アップする時に写ってる、もう絵の具だらけの床なんですけど、これを敷いてることによって私の部屋フローリングなんですが、このアトリエねフローリングで、最初はちょっとカーペットみたいなの、カーペット絨毯敷いてたんですね。敷いてない時もあります。夏とかは暑いから何にも敷いてなくって、そこで座布団を敷いて絵描いてたんですけど、フローリングにね気をつけててもめっちゃ絵の具飛ぶんですよ。ついたりとか垂れたりとかして、で毎回拭くけど知らない間についてて、あ固まっちゃった、あもう消すのめんどくさいなみたいな感じで汚れちゃったりしてました。でそれで、カーペットみたいなのを敷いたんですけど、それもちょっとめちゃくちゃ汚れるの嫌だなと思って、アメリカのなんかちょっと私がフォローしてる、インスタでフォローしてるなんか画家さんが下にねキャンバスの布を敷いてたんで、それを真似しようと思ってアメリカのホームセンターで買いました。これもね多分1500円ぐらいだったんですけど、これと同じぐらいの大きさです。ただこれよりめちゃくちゃ分厚くってしっかりしてるやつですね。それがなかなか日本で探そうと思っても全然探せなくって、ちょっともうめちゃくちゃ汚れてるから新しいのに変えたいんですけど、今んとこねめっちゃ汚れたまま使ってます。汚れてるって言っても絵の具がついてるだけなので、すごい触ると汚くなっちゃうっていうわけじゃないのでねいいんですけど、見た目がねただ絵の具だらけっていう感じです。でしかもこのキャンバスの布のいいところはズボラというか、もう汚れてもいいので、ちょっと手についたりとか、筆についてるやつはさすがにね、今ちょっとさっきまで使ってたやつがあって、こういうキッチンペーパー、これ乾いちゃってるけどキッチンペーパーに私はこう置いて筆をこう洗ったり拭いたりとかするんですけど、それもパレットの上に普通置くんですけど、パレットの上じゃなくて普通にもう床に置いちゃって、下がねもう汚れてもいいから置いちゃってそこにつけたりとか、なんならこれがない時はザザってそこで拭いちゃったりとかしてます。それもできるぐらいの吸収力と、あとその分厚いから下に移らないっていうのがあります。なのでめっちゃいいです。でなのでこのキャンバスの布をおすすめするんですが、最近ちょっとその見つからないので、なかなかねこれしかないなと思って、これはでも薄いからこれだと下に染みちゃうんですよ多分。あんまりこうベタベタつけるとね、これ今ちょっと飛び散ってるぐらいだったら守れるんですけど、その故意的にこうザーッと塗っちゃったり水分をガーッとやっちゃったりするとこう染み出ちゃうので良くないなと思って、これホームどこだっけ、どこか忘れたな、ホームセンターの普通の布売ってるんで、養生用の布だったかなと思います。これ売ってるから、これもね多分1000円か2000円ぐらいだったと思うんですけど、これ買うんだったら2枚ぐらい重ねて敷いた方がいいと思います。かこれ1枚で畳んで重ねてねやってもいいかなと思うんですけど、これめっちゃその部屋ね汚れるの気にする人はこれ貼った方がいいと思います。なんならね毎回貼ってもいいと思うし、面倒くさくない人はねちゃんとなんか自分の部屋の可愛いとこや部屋をねキープしたいんだったら貼ったままだったらね嫌だっていう人はやめてもいいし、ちょっと可愛らしくちょっと飾りながらしてもいいと思うし、これがね私のアトリエでおすすめのものです。でもちろん下も可愛いカーペットとか可愛い絨毯敷いてやってもいいと思うんですけど、もったいないしね、洗えないし、これだと洗えるんで、これはね普通に洗濯機で洗えるし、まあ安いからすごく汚くなっちゃったら変えられるしっていうことでおすすめ品ってことです。で最近ね私ベッドの下のシーツ、ベッドの上の敷きパッドをニトリのね N クールとかそういうのを使ってるんですけど、 N クールをちょっと古くなったから新しい N クールにしようと思って、去年の夏はもう捨てる用の N クールを、捨てるのもなんかもったいないと思って夏暑い時にここに敷いて、もうそれをそのカーペット代わりにしてぐちゃぐちゃに汚して使ってました。なので普通にねそういうのを買ってもいいと思います。寒かったらN ウォームを買って敷いてね使ってもいいと思うし、ただベッド用なのでなんていうの、四隅にこうゴムがこうぐるっとやるやつがねついててちょっと邪魔だなと思いました。なので皆さん自分の部屋に合うようなそういう汚れてもいい、こう壁とかをねマスキングできるものあるといいと思います。で私はおすすめはキャンバス生地の布をおすすめします。これもちょっともし Amazon とかそういうところなんか売ってるとこ見つけたらね教えてもらいたい、私も。なんで私も見つけたら共有したいと思います。はい、ということで今回はね私の部屋のおすすめのものたちというかものについてお話ししました。何か皆さんこれめっちゃ使い勝手いいよみたいなおすすめがあれば教えてもらえたら嬉しいです。ということでまた次の動画で。バイバイ。